打ち切ってくると思いますけどね。だからまあ、あの県 の, その普及させていくためには、その市民ファンドという大きな流れを作っていきたいと思っているところですね。それともに、それうまくいけば、さっきおっしゃった通り、金値段がもっと下がればですよ。その時になくたって、要するにそう済んじゃうということも可能だし、でこの話がうまくいけば、ただどころじゃなくて、年金のお金が入ってくるという、そういうことにもなるんですよね。で、プロモーション、これ一生懸命私もね、プロモーションしてるつもりなんですけどね、これはまあ続けていくしかないですよね。見える化ってこれは大事ですよね。これはまあ新しい時代を掲げたわけですからね、4年間って言った話を、2020年、これ 20% って掲げたわけですから、途中はどうなってますかっていうことで、やっぱり、これはご報告しがないんじゃないかと、これは思ってますけどね。私の感じでは、こうやって見てくるんですけどね。ある程度時間がかかるけど、うわーって聞こえますよ。これは革命だと。携帯電話、最後の普及の時で、ブワーって言われたでしょ。ああいうことじゃないかなと思いますけど。はい。後ろの方行きましょうかね。